これはご家族ですね、ちょうどうちの女房も行ってね、まあ、あれですよね、うちの女房と行くとね、とっても先生教えるのが優しいってねその時写真撮ってね、なんだかうちの女房がね、先生の初恋の人に似てるなんてね、先生おっしゃってね、あ、そうですかなんてね、ってね、行くと喜んでね、いつも先生、まあこれお家の中でね、みんな撮った写真ですね。こうやってね、稽古しましてね、これ女房がみんな撮ったんですよね、ということってよかったなと思いましたね。これ冗談受けだとかね、こういう狭いところでね、情実とかね、狭いところでね、立てながらでね、稽古したり、ちょっとぶつかる後ろのところの頭ぶつかっちゃってね、危ないケアフルなんですけどもね、ところかまずやってくださいましたね、稽古ね。これなんかそうですよね、ほらね、先生がこっちで、私も吹っ飛んでるんでしょ、これ2階、こっちから2階から落とされるんじゃないかと思うほどのね、やっぱり何でもないけど肌の稽古でしたよね、もういつも真剣な勝負でした、あの稽古でしたね。もう先生も全然手抜かずにね、瞬間瞬間ね、逆に言えば私のこと敵だと思ってたかもしれない、敵も味方も同じですからね、繋がってるんですから、真剣型ですよね、まあ例の仕方とかね、備戦刀なんていうのはもう持っていけませんもんですからね、こういうの自分で作って持ってきましてね、向こうで狭いところでね教えてくださって、ここに伝統がありますよね、こういうところでおちゃんばらやってもね、これをね割ることなくね、まあ先生にね叱られることなくね、やっぱりよくこう感じながらね稽古をやったもんでしたね。だから表でやる稽古、狭いところでやる稽古で、周りがこれガラスですからね、こういうとこね、ありますからね、暑いから麦わら帽子かぶってね、こういうふうに稽古してくださいましてね、これはあの長谷川じゃない、あの山本薩長さんの忍びのものの時に高松先生ですね、僕ですね、山本薩長さんですね、これ実際に行ってね、伊藤雄之助さんなんかも先生のところに何回も訪ねてきたそうですね、で市川雷蔵とかね、これ撮影現場ですね、桔梗ですね、これ信長のね、これ高松先生が若い頃ですね、修備局で教えてた頃の、写真ですね。まあこんなあれですね、これがまあつながってこういうふうにいろいろとね、撮ってありますけどもね、あ、これは私の20代の写真ですね、もう悪い悪い、時代ですね、私の悪いっていうのはね、もう本当に戦いばかり好んでた時代ですね。正義感の強い頃でね、愚かな時代でした。あっという間に高松先生のところへ行って15年行きましてね、立ってしまいましたけどもね、15年の間にね、お酒を一回もね、先生の、夜出してくださったんですけどもね、飲むようなことはなかったですね。まあ、ここでこういうものをね、出させていただくってことはね、やっぱりこれはもう何か神様がですねお守りくださってね、出させていただいているんだと思って非常に感謝しています。その巻物がね、フィルムがこういう形で、まあ、高松先生がねこれ全部書いてくださったんですけどもね、今高松先生と同じ年過ぎましたけどもね、これだけ根気よくね、私にはできません、到底及びません。ですからこれをですね大事に大事にしてね、やっぱり後世の人にですね一人でも多く知っていただこうということに努力しているに過ぎません。私のやっぱり生きてる人生の中でね、やっぱり花なんじゃないかな、風刺家電だと思いますよ、
武風のね、まあ世阿弥と同じですわ。だから先生の33回忌って知ったのもね、今年に入ってからですもんね、来年がね。だから僕は先生についてからちょうど免許会で本当に許されたのがね、お亡くなる1年前でしょ、ちょっとちょうど33年ですよね、それがね、支店33年目でした今年はね。だからちょうどこういうのを出させていただくのもね、やっぱり私がね免許会で許されて、お前に仏全部伝えたでね、もう何も教えることお前へん、これでよろしいまなって、お前だけできるものお前へんでって言われたね、その時期がねやっぱり答えがこのビデオじゃないかと思うんですよね。これがね、六尺棒術ですね。これ風車のように回すんですよね、これが四方棒振り型というんですけどもね、払いですね。ちょっとねバランスよくじゃなくて、中間もちゃんと正直にお持ちになってらっしゃっててね、柳に風みたいにね、体あれバランス崩してんじゃなくてね、柳に風なんですよね、体全体がね棒と一緒にね。だから時にはだから棒がね柳の枝みたいになったりね、足払いですね。まあねこうやって先生今撮っておりますなんてね、これ上段受けですね、これ上段受け、相手が切って剣で切ってきた場合ね、こう滑るように、ですからその手の持ち方のね出し方がとっても難しいんですよね、右手とか左手とかそのケースバイケースでね指先が変わってくる、それで胴を打つわけです。これは体術ですね、基本八方の受けですね、上段受けね、これね手先じゃないんですね、見てるとお分かりになるようにね、ほらね、何かこうかき分けかき分けね、こう入っていくような感じですよね、でナタみたいでしょ、人がね、この受け方もねやっぱり相手の全体が倒れるようにですね、受け方もですね、それでそれに乗じて相手を全部崩しちゃうか空間に持ってっちゃうかですね、そんな感覚ですよね。捕まえる時にもやっぱり打てるようにですね、手刀で打てるようにですね、まず左手からいってるわけですね、でね右手を掴むんですけどもね、右手で取るんですけども結局左手がみんな先行ってますね、右手が行ってますね、逆にね、それでもって岩石にかけたりですねするわけですね。手でよけてませんね、みんな避けるようにね、敵をたまにしておいてですね、その周りをこう転がしているような感じですね。